桂川渓谷、愛媛県野村町にある桂川渓谷です。野村ダム朝霧湖の奥にある渓谷となっています。乙姫神社が上にあります。戦国時代の昔、美馬の城主の娘に乙御前という大変美しいお姫様がおりました。そのお姫様は中筋というところにお嫁入りすることになったのですが、式の当日になっても迎えの行列が来ません。姫は自分が嫌われたと嘆き悲しみ、とうとう頭を剃って尼になったその日、諦めていた嫁迎えの行列が来て大騒ぎとなり、姫にカツラをかぶせて結婚式に送り出しました。しかしカツラがバレて離縁することとなり、姫は美馬に帰る途中、真っ青な滝壺に身を投じました。身を投じた滝を乙御前の滝、桂が流れたことから桂川と呼ぶようになりました。里人たちは姫の霊を慰めるため鎮岩の森に祠を建ててお祭りしました。ところが未婚の男女がお参りすると、不思議なことに必ず良縁に恵まれたそうです。乙御前様が自分の苦しみを他の人にはさせまいと守ってくださったのであろうということで、いつの日からか縁結びの神様として信仰されるようになり、昭和48年、1973年、祠のそばに神殿が作られ、乙姫神社と命名されました。乙姫神社の紹介でした。